さあ、スターウォーズバトルフロント2キャンペーンモードをやっていきたいと思います。前回は、どうなったっけ完全に忘れている。まあ、デススターが破壊されて、その時、エンドアにいたんだっけ？そこから脱出したんだよね。その後だよね。その後、飛行機に乗って、いろいろ戦って、んで、ようやく味方宇宙船にたどり着いたと。そういうことですね。さあ、今度は。おっと？どうしますか、コマンダー。スターデストロイヤーを守れ。シンダー作戦を知られてはならない。さあ、いきなりコルベットを破壊。はいや。なんつってね。スターデストロイヤーを守れ。シンダー作戦を知られてはならない。こんなさ、かっこいいこと言ってさ、始まった瞬間に敵機に突っ込んで爆発するさ、上司って笑えるよ。嘘でしょってなる。違うね。違うのよ。操作がとんでもなく難しいの。そう。これだけは言っとく。もうね、ぐる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 回っちゃうの、これ。どうしますか、コマンダー。スターデストロイヤーを守れ。シンダー作戦を知られてはならない。どうしてだね、前作と全く操作方法が違うから本当にね、難しい。敵コルベット艦の迎撃に当たれ。はい、そうだね。やたら俺ね、右スティック左スティックをね回しちゃう癖があって、それでですね、はい、エージェントビーコン、アーサー軍の船を攻撃しろ。コルベットを壊すと。移動開始します。壊せるか。はい、いやでもいけるいけるいける。よし、オッケー。コルベットを片付けた。またいるね。コマンダーベルシオ、こちらはモグレイ。おい、反乱軍の4砲でドーントレスが行動不能になった。最高。コマンダー、反乱軍の輸送船が多数ドーントレスに向かってます。輸送船だと。よいしょ。船を乗っ取る気だ。なんとしても撃墜しろ。分かったな。オッケーオッケー、任せる任せる。イエスさん。おい、上からドーン。バスバス当たってる。バスバス当たってる。何？あ、そんなにいるんだ。さあ、上から。そう、もうちょい遠くから撃ちたいな。めっちゃ当たってるし、やめてほしい。はい、今です。敵の輸送船を攻撃する。さあ、よし、壊した。前に必ず破壊しろ。あいつ乗船してくるぞ。もうちょい。よし、落とした。他はまだ2機ステーション。まだ2機。あそこですね。あ、裏にいるのか。さあ来い。痛いです。さて、いた。早く輸送船を撃ち落とすんだ。輸送船どっち？こいつじゃなくて反乱軍機を撃墜。反乱軍機じゃなくて、次は反乱軍クルーザーの攻撃を。よし、あそこか。エージェントハスク、私にできるとでも。船は無力化されている。お任せを。よし、任せろ。痛い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 。おい、ドーントレスを復帰させる。さあ、ドーントレスを壊す。よいしょ。いいぞ、コマンダー。では次は反乱軍を一掃するぞ。よし、任せろ。失礼ながら艦が1台、衛星とともに星系を離れるのが得策かと。やばいな、壊されるな。冗談ではない。一旦逃げよう。エージェントハスク、勇気ある撤退。エージェントハスクと合流。エージェントハスクどこにいる？見事です、コマンダー。こっちか。合流した。ハスク。コマンダー、敵をタッチ。オッケー。エージェントハスクを守る。おーし、任せろ。お前のお尻は俺が守る。任お前のお尻を確実に俺が守る。よいしょ。よし、一体一気やってみよう。照準に捉えた。危ない。そんな。いや、今絶対中入ってくんだと思ったもん。何今の。そりゃ追うでしょうよ。あ、入れんのかなと思うよ。それはだってゲーム側が言ってんだもん。コンピューターが入ってったらそれは私も入りますよ。コンピューターに絶大な信頼を置いてるんだから。さあ、これはどっからだ。なんだ、ハスクです。敵を探知。ポイント1。ああ、エージェントハスクを守るから。了解だ、ハスク。よし、ハスク守るぞ。ステーションの中に誘導します。さあ、来い。よいしょ。ステーションの中に誘導しますって言ってるもん。ちょ、待って。いや、俺。よし。あのエージェントハスクの作戦に俺も引っかかったってわけか。とんでもねえ。ハスクどこにいるの。やばい、嘘でしょ。大丈夫、頑張れ。男の子いける男の子だよ。はい、おしょうく動け。痛い、やめてほしい。はい、一旦振り切ろう。よいしょ。そこ。よし。大丈夫だ、エージェントハック。助かりました、コマンダー。よし、あとで先をこれ。カルーアミルクを持ってくる。他は？敵の船に乗り込む。エージェントハック、合図したら乗船しろ。それまではノートレスの援護を頼む。すげえ後ろから来てんだよな。敵のクルーザーに乗り込む。どういうこと言ってんだろう。やめてほしい。こっちか。あそこね。乗るってどうやったの。え、大丈夫このまま。オッケー。勝手に乗ってくれんのね。そこを壊す。はい、お疲れちゃんです。よいしょ。やー、おお、すごいね。スターツアーズみたいな。あ、これ全部敵か。よいしょ。もう私はね、オンラインでかなり鍛えたんだよ。はい、よいしょ。オンラインでね、やりまくってんだこっちは。タイツのおい、よいしょ。よし、さあこう開けて、開いた瞬間お前を倒す。はい、よいしょ。さあディスラプションで、おい、あれ出てっけ、あのドロイドでビリビリさせるやつ。三角、だ。オッケー、分かった。ああ、助けてやれよ。入れてやれよ、今のかわいそうだろ。許さん、そんなやつは。仲間を見捨てるやつは許さんぞ。このアイデンベルジオ、仲間を見捨てるやつは許さんのだ。許さんベルジオ。くだらないこと言っちゃった。もう私はオンラインで鍛えてんだから、君たちなんぞ相手じゃないんだよ。わかるかね。まあ邪魔なのだよ。どこどきたまえ、最高。よいしょ。こりゃまずい。よし、手榴弾投げて、あれか、厄介。さあ回復して、後ろが空いたかもしかして。いや違うね。よいしょ、勝った。なんちゅう硬さだ。はい、あんなとこに挟まるってことあんのいやいやいや、挟まるってことある？はい。出てこい。出てきてもらいたい。よいしょ。ほいっち。よし、オッケー。回復して。ほい。これでオッケー。こっから入れるのか？なんだこれ。これは？おう。なんか手に入れたっぽい雰囲気だけど何も手に入れていない。ここでいろいろ武器変えられるよってことか。さあ、これはハッキングを頼む。ハッキング。ハスク、ウェポンベイに到着します。ウェポンベイに到着。わかりました。今から向かいます。よし。こっから行けるのか。でも向こうも行けたよな。なんだこっちは。ほい。オッケー。他は？ああ、ちょっとそこをビリビリしてもらおう。引っかかっている。ほい。よいしょ。ダメだ。硬すぎる。さあ、バリア。ああ、ダメだ。バリア状態はやっぱ攻撃できないよね。おい。やったかな？よし。おい。ビリビリしろ。そこにもいたか。奥か。そこにいるな。よいしょ。こっちは何だったんだろう。気になりモース。はい、危ない。ここ同じか。どっちからでもいけるよってことね。どこに？あそこにいるね。あとそこ。よいしょ。オッケーです。さあ、他はこれさ、今この周りでさ、宇宙船がブワーって飛んでめっちゃ戦闘してんだよね。すごいよな。ドロイド拍手しろ。さあ、ここでまた装備変えれるってことか。この短期間で。いや、そんな短期間で変えたくならないよ。わ、大丈夫です。さあ、これか。これは違う武器。おお、ヘビーだね。さあ、ここかな。コンソールをハッキング。お、バラージン。これであれだね、グレネードってことね。グレネードランチャーだ。クーリングセルを止めろ。それでキャッチ。おい。あ、ハスでした。コマンダー、ここです。援護を頼む。クーリングセルが見えたら私が破壊する。そうすれば情報を無力化できる。敵はどっから来るかな？どうしよう。どこにいたらいいんだ？うわ、めっちゃいる。うん、裏だな。はい、グレネードにして、そこらへんも撃つ。さあさあさあ、あらい。よいしょ。ヘビーはめっちゃタフだな。他はどこから来る？ここ止めて、あそこに来るやつを止める。他はどこだ？裏は OK。 そこそこ、はい、そこ。他はもう今ので2人やったかな。クーリングセルを打ってください。これあれか。よいしょ。おお、みんなビリビリしたってことね。うまくいった。ナイス。2つ目のセルを頼みます、コマンダー。2つ目のセル、向こうか。コンソールをハッキング。よし、頼むぞドロイド。ドロイドを守る。そこから来るのかな。そこか。おい、奥かな。そっちからも来るか。ほい、よし、オッケー。裏、そこ、あ、下落っこっちゃった。よし、ガンガン入ってくる。あちゃ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 、よいしょ。他は上がってこないで。うそー。このキャンペーンのね、何が難しいってね、あれなんですよ、回避ができない。もうぐるっとね回れるんですよ、オンラインだと。それができない。それがめっちゃ辛い。ほんと撃たれ始めたら逃げらんないんだよね。そこにポイッと投げといて、開くかな。はい、お疲れ。そしてそこも、はいはい、オッケー。ほら、こうなっちゃうんだよ。しゃがんじゃうんだよね、ただ。あ、仲間だった。ごめん。よいしょ。不安があるならそういうことする。こんな時に、あー、びっくりしたな。スキャン欲しいな。はい。よいしょ。さあ、ここなら安全だね。ここら辺に行くとこ。よいしょ。間違えた。自分の方来ちゃった。よし、オッケー。ほい。よし、オッケー。他は？他は大丈夫。両方、さあ破壊。ありがとう。2つ目だ。最後はやり方を変える。何？爆薬を設置する。正面に行ったことかな。これか。クーリングセルは準備できています。 OK。 よし、爆弾を仕掛ける。起爆した後はどうなるんですか？まあ見て。狙い通りだ。そんなるほどでしょうね。ああ、これも狙い通りだ。誰かに捕まれ。いや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 、ドロイドシールドだ。早くしろ。ああ、おつい。やる？コントレスのパワーが回復したが、接続を解除できない。我々への指示は？早く制御システムを破壊するんだ。私の任務は衛星の防衛です。帝国のステーション攻撃ではありません。口答えするな。コマンダーベルシオ。そんな大変なことになっちゃったの今。しかも今ステーションを攻撃し、衛星を防衛しろ。これが新たな命令だ。ステーションを攻撃。パワー供給源を破壊する。あれか。ドッキングアームを破壊して接続部を外すこともできる。どれだ。動力源だ。敵の数が異常。これか。よいしょ。値に任せな。どれだ。そこら辺撃ってる。適当にやってきて当たってんだ。作戦の目的を反乱軍に知られてはならない。目的は何なんです。これまで以上に平和の実現には力が求められる時代だ。ペルシオ提督がこの銀河から穢れを一掃する。誰が本当の支配者かを教えてやるのだ。ほうほう。戦闘機が接近。その船を破壊しろ。どれどれどれ。反乱軍の戦闘機を撃墜する。任せろ。もしクルーザーを無力化できれば連中から学べるはずだ。反乱軍から得られるものなどありません。奴らにあるのは弱さだけです。その通りだ、エージェントパス。我々仲いいじゃないか。おい、どれ？反乱軍の戦闘機を破壊する。破壊は得意だ。破壊されるのもな。他はそれか。おい、うまく避けるじゃないか。はい、お疲れちゃん。あと1機。どこにいる？下か。おい、あれ、今度違う目標になっちゃった。危ない。船の接続どこだ？そこか。おい、壊れろ。間に合わない。そして後ろから来ている。やめてください。そこか。やってる。はい、戻って。あれは攻撃できないのか、ミサイルで。よし、ここはした。あとここ、オッケー。ほい、ロケット当たって。父親って誰なんだろう。提督より惑星ピリオでの帝国の極秘施設の探索を求められた。観測所と呼ばれており、皇帝陛下がそこに敵に渡すことのできないアーティファクトを保管していたらしい。極秘扱いが要求されるため、この任務は最小限の人員で行う。エージェント1名1分隊。いつもなら私自身が出向くところだが、出る。そこではお前の技術が必要になる可能性が高い。いいか、観測所を見つけ出し、そこにある全てを破壊しろ。今回はそしたらデルが、主人公になる。R2D2。そして隣にいるのは帝国がいるなら勘が正しかった。この場所には何かあるはずだ。ここで待て。スキャナーに見つかったな。あ、ルークなんだ今回は。おう、ジェダイの修練。プッシュ、リパルス、ラッシュ。うん。リパルス、ルーク・スカイウォーカーが地面を通じてフォースを爆発させ、近くの全ての敵にダメージを与える。フォースは、前方を押し出す。そして、ラッシュ。素早くなり、なるほどね。ジョブさん、R2。ここで待ってろよ。はい。ああ、こういうことね。はいはいはい。帝国軍が追ってくる。ここに来たわけを調べないと。ああ、いるんだ。あそこに行きゃいいってことね。あそこの真ん中に飛び降りてリパルスやりてえな。できる。届かない。リパルス、これです。さあ、はいはい、跳ね返して、はい、プッシュ、はいはい。そう、飛んで、はい、プッシュ。はい。さあ来い。フォースを信じるんだ。はい。よいしょ。帝国もここで探し物みたいだ。何を探してんだ。はい、ドン。さあ、今度は上だ。イエイ。強いね、ルーク。そこか。よいしょ。はい、リパルス。敵の増援が来た。敵の増援が来た。あ、まずい。調子こいて前出過ぎた。はい。あんな接近戦やってくるやつもいるのか。はい、はい、ガードして、これガードしながら跳ね返せますからね。はい、あそこかな。よいしょ。飛んでるの邪魔だな。おーい、よいしょ。さあ、どこだ。もう少しでプッシュがたまる。よいしょ。 OK。 よいしょ。回復したいな。はい、ガードしながらゆっくり近づいてって、はい、ドン。よいしょ。はい、プッシュ。さあ、帝国軍を排除。さあ、調子こいてまたまっすぐ行っちゃいましたよ。前に出過ぎてる気がする。しかしどうでもいいのだ。よし、はい、しょ。はい、はい、これを壊す。はい、なんつってね、あまり攻めすぎないことが大事です。ドン。あ、多い多いですね。危ない。後ろにいる。そんなことねえか。さあ、跳ね返しながら、はい、他はもういねえか。さあ来い。はい、よいしょ。戦いに来たわけじゃない。そうだ。洞窟内を探索する。さあ、ここには何があるんだ。自然に反する何かだ。呼びかけているのか。大丈夫。想像を超える何かだ。何、モンスターみたいな。戦ってんな。僕を嫌ってるのは僕だけじゃないみたいな。何と戦ってんの。怪物みたいな。よいしょ。はい、みんなまとめてあの領域、はい、跳ね返して、はい、ドンドン。はい、ドン。さあ、うん、デストルーパー。おい、出る。おい、誰がいないのか。誰だ。声を聞いた。助けがいるかい。ああ、ここから出してくれ。でもいいのか。動くな。あんたを知ってる。どうして助けた。求められたからだ。おいおい、それじゃダメだ。これで。おい、待て待て。そうなるでしょう。ジェダイの話はよく聞いた。コールさんとのガキには恐ろしい話だった。さあ、ここから一緒に出るぞ。あら、てっきり俺は出るでやるのかと思ったけど、ね、僕もだ。フォースに導かれてここまで来たようだね。とんだ偶然だろ。お前裏切ったら承知しないぞ。偶然なんてものはない。フォースがその力で見張りを突破したのかな。分かってるから。そのライトセーブ悪かったね。やはりな。で、なぜ俺はまだ生きてる。彼らは選択の余地をくれなかった。裏切ったら承知しないからな。私は背中を向けていてもフォースの力で撃ったかどうかとか一瞬で分かる。分かったな。やめろよ、そういう変なことは。分かったな。さあ来い。あいつらは出てくんのか。すごいな今回。ここはお互いに助け合うんだ。その方が良さそうだ。どこから来る？え、いなくね？大丈夫か？幻覚見てんのか？あ、あ、ここにいいのね。いや。さあ。すげえ速さで飛んでくる。なぜ攻撃してくるんだ？確かに。怒ってる。巣を荒らされたから。どっから来る？はい、ドン。さあ、ったくまるでコンクリートだ。どうやって出りゃいいんだ。そして粉々にもなる。ここか。おい、ここだな。皇帝の観測所が近いぞ。それが目的か。うん。破壊するために。こいつらが仲間になるのかな、もしかして。うん、端末を掘り出そう。いや、防衛システムの端末を探す。はい、ドン。どうだ、いいぞ。変なことしたら承知しないかんな。防衛システムが起動してる。カウントダウンが進行中だ。たくさん来そうだな。防衛システムが彼らを刺激してる。たくさん来るのか、それとも大量なのか。大量というかでかいボス的なやつが来るのか。はい、よいしょ。安心しろ、俺がいる。おい、よいしょ。他はここ見づら。彼らはとても怒ってるみたいだ。これは怒ってるでしょうね。はい、よいしょ。いやっ、痛い痛い痛い、やめなさいやめなさいやめなさい。はい、まだか出る出る、まだか。他はおい、やってる。あ、出るがまずい。おい、よいしょ。急げ。おい、うわ、多いなマジで。よいしょ。さあ来い、もう一回溜めて来い。もうちょいか、頑張れ。出る、来い。いや、多いです。無限分けじゃないですかこれ。はいはい、よいしょ。お、開いた。あと1か所、みんな2個もあんの。しょ。よし、オッケー。あとは向こうか。ここだ。よし、任せろ。頑張ってちょうだい。さあ、ウェーブ2っていうことかな。はい。オッケー。たくさんまとめてどんのがいいね。さあ、いやよかったよ。そんな流暢に喋ってますけど、お互い運が良かった。そんな悠長な時間じゃないですよ今。おい、さあ、よし、オッケー。こっちからも来るのか。もう出るごと切ってる気がするけど大丈夫。出るは頑丈だもんね。さあ、ようやく半分。さあ、次はおお、一気に来るね。はい、よいしょ。はい、OK。 はい、よいしょ。あ、大変。よいしょ。はい、出るさえ守ればいいから。はい、あ、痛い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 。よいしょ、よいしょ。もう終わりかな。はい、あとは残りのやつを倒せば OK。 観測所に向かう。バグどもは中にあるものを嫌ってるみたいだな。何もないぞ。どうやって開けるんだ。こうさ。皇帝の秘密施設でどうしてフォースが必要になる。どう思う。ジェダイを滅ぼした皇帝も実はジェダイだったというのか。いや、ジェダイよりも恐れるべき相手がいたってことさ。どこが危険なんだ。皇帝が守ってたってこれか。ガラクタじゃないか。とも限らない。それはこのコンパスをもらって構わないかな。ここの破壊が任務だ。持ってく理由は助けた代わりだ。ありがとう。君の任務を止める気はない。だが帝国はあといくつの星を傷つけるんだ。出会えてよかった、ベル。それでどうする。お互い出会わなかったふりをしてこのままお別れするか。多分無理だろう。まだ迷いがある。ああ、迷いならあるさ。うん、俺もバカじゃない。帝国のやり方は分かってるけど、どうしたらいい。選ぶんだ。反乱軍を。いや、正しき道を。フォースと共にある。あら、出る。よく戻ったミーコ。提督より私の故郷バードスから帝国軍の協力者を連れ出すよう命じられた。協力者はグレブ5民間。私とハスクの教官を務めたこともある現地の高官だ。シンダー作戦とのつながりは不明だが、全ては提督のお考えだ。バードスへジャンプしろ。トレスだ。フォンドアで助けた船がここで何を。積み荷を届けたんだ。あれは衛星を積んでいた。モフレイスはシンダー作戦に使うと言っていたが、標的は明かさなかった。提督もだ。そういうことか。衛星が位置につきました。よろしい。呼んだ覚えはないぞ、コマンダー。バードスを標的に。その一つだ。なぜ？この星は帝国の一部のはず。彼らは忠誠を誓っています。それが陛下のご命令だ。粛清を行うのはこの星だけではない。恐怖を持って銀河に誰が支配者かを思い出させてやれ。ここはふるさとよ。帝国こそが我々のふるさとだ。そして陛下の命令は絶対だ。死んだ人間の命令など受けない。なら私の命令に従うんだ。衛星を起動しろ。やれ。すぐにバードスに向かえ。そして私のもとにグレブゴ民官を連れてくるのだ。以上だ。これで話は終わりだ。コルウスにいるエージェント・ハスクを呼べ。今すぐ彼と話がある。うん、さあ、ちゃんと道は覚えていますか、コマンダー。そうそう忘れはしない、エージェント。いやー、この嵐は不自然です。こんなの初めてだ。住民はさぞ不安でしょう。みんな帝国側に不信感を抱いてるね。この力に銀河中が恐れをなすことになる。なぜ住民を避難させないんだ。市民は重要じゃない。軍はちゃんと事前に避難する。彼らは帝国市民だ。ここは帝国の星だ。俺たちが守るべき場所だ。さあ、ということで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。